キムカシカシャンは現代屈指のビオラ奏者。両親はアルメニア系である。現在はドイツ在住。強靭なボーイングに支えられた幅広い表現力により、バロックから現代音楽まで幅広いレパートリーを得意としている。1952年、アメリカ合衆国ミシガン州でトロイと生まれ、ピーボディ音楽院でワルター・トランプラー、カレン・タトルにビオラーを学ぶ。 1980年にミュンヘン国際音楽コンクールで3位入賞。1980年代にギドン・クレーメル主催のロッケンハウス音楽祭の常連となり、1988年にギドン・クレーメルらと録音したモーツァルトのバイオリンとビオラのための競争交響曲などにより知られるようになる。教育者としてはフライブルク音楽大学で更進の指導に当たっている。 日本での演奏活動については、1995年に来日している。その後2009年5月、東京国際ビオラコンクール審査員として14年ぶりに来日した。現代音楽の初演を多く果たし、近代以降の作品を多く録音しているが、バッハ、モーツァルト、ブラームス、シューマンなども非常に評価が高い。ただ、ビオラ奏者にしては珍しく。 他の楽器からの編曲作品はほとんど録音していない。ありがとうございます。